よっしゃ。いや、ちょっとバイクを止めてただけなのに落ち葉がすごい。よいしょ。インドカレーだって。カレーも良かったな。いや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 、舌をやけどした。慌てて食っちゃいかんすね、ほうとうとか熱いものを。お、湖いいね。いやでも昔の人はやっぱりこう早く食えみたいな、ぐずぐずしてんで早く食えみたいなね、いう感じですもんね。僕らなんかそうでしたもん。給食とかも早く食えみたいな。今早く食っちゃいけないでしょ。ゆっくりゆっくり噛んで、ゆっくり噛んでみたいなね。だから逆に今になって怒られるから、もっとゆっくり食いなさいみたいな。はーいみたいなね。あんなに早く食え早く食えって昔言われてたのに、治んないよそんなの。まあでもゆっくり食う方がね、消化にもいいし、よく噛むし、脳にもいいし。昔だってスポーツしてて水飲むなっていう時代ですもんね。練習中に水禁止みたいな。今だったら問題になっちゃうけど、昔はそれでも大丈夫だったんだろうな。今だってやっぱりこうすぐ熱中症になったりねしますもんね。お、ライダーが。ああ、やっぱああいう自転車車に積んでいくんですね。なんかあっちの方天気悪いな。いや、やっぱもうちょっと早く出てきてうどん食いてえな。ほうとうもうまいけどね、やっぱこっちに来たらうどんが食いたいな。だってほうとうって熱いんだもん、やけどしちゃうんだもん。おー、湖いいね。富士山見たかったな。こっちからあまり来たことないからな。こっちの方がやっぱり湖見えるんですね。いつも逆から来るとなんかいまいち湖があるけど、いまいちこう見づらい感じなんですよね。だマンホールが喋れねえっつうの。あんまり喋ってないですけどね。まあこうやってちょっと初めて喋ったんですけど、ゆっくりこう喋りながらゆっくりこう走れるからいいですよね。やっぱね、自分一人で来るんで、一人で来るとやっぱどうしてもこうスピードを出そうってこうね
やっぱしちゃうんですよね。こう自分のペースで走っちゃうから、誰かと一緒に来て、誰かと一緒にこうツーリングっていうと、やっぱりこう合わせるじゃないですか。でも自分で来るとやっぱこう合わせられないっていうか、なんつうかこうね、前に車がいなきゃちょっとアクセルちょっと開けちゃうかなとか思いますもんね。今度でも車でも来てみようかな。ゆっくり車で犬でも連れて、でもうちの犬ね、車乗せるとずっと寝てるんですよ。ずっと。そういうもんなのかな、犬って寝っぱなしで、止まろうとするとあ、降りるんだ降りるんだみたいな、急に起きるんですよ。だもう勘違いするんですよ。スピードを落として渋滞すると降りるんだと思うんですよね。違うっちゅうね。でも可愛いんですけどね、ワンコは可愛い、ニャーも可愛いけどね。今日ねすごく意識してることがあって、昨日サーキット行って、まあいろいろと教えてもらったんですけど、やっぱガチ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 、体がガチガチって言われて、まあ確かに力入ってるんですよ。いやでも怖いもん、やっぱあのスピードで突っ込んでくのコーナーに怖いよな。やっぱ力入っちゃうよね。だから今日はねこう上半身をいかにこう抜くか、まだそんなこと意識してるようじゃダメなんですよね。もうこれが自然に上半身が力が自然にこう、もういつでも上半身はもうダルダルよみたいな、脱力してますよみたいなね。あ、行ってよしってこと、これありがとう。なんかああやって譲ってもらっちゃうと悪いですよね。別に煽ってるつもりないし、だけどまあ譲ってくれてありがとうございます。うん、まあまあちょっとこれぐらいのペースでやっぱ走りたいねと言っても、でも喋ってるとやっぱこう全然苦じゃないですね、ゆっくり走るのは。逆にこう速く走ろうと思うと喋れなくなっちゃう。サーキット行ってよく喋ってる人いるじゃないですか。すごいですよね。喋れないよ、こんなカーブを突っ込んでくるそんな時に。まあ、よく喋れるなと思いますよね。だから喋れる人すごい。あ、力もう本当力抜けてんだよきっと。素晴らしいですよ。イエーイ。今ね山の湖ちょっと一周してきたんで、もうちょっと帰ろうかな。うなずいてくれた。うなずきやえ。ちょっとまたね童心に戻ろうと思います。おー、びっくりした。ここ曲がるとどうし、いきなり大きい音だ出すとびっくりするよね。いやなんか久々にこうやって一人で来て、でこう初めて喋って、こうなんかあゆっくり走るって楽しいなみたいな、まあ、いいですね。ちょっともっと早くやっとけよかったな。一人でやっぱね無言で走ってるともう走るしかないじゃないですか。最高、バイク最高。お、ライダーが。Z900RS だったね。ライムグリーンのカフェ。カフェもいいな。なんかカールあった方が良かったのかな。やっぱね高速入ると思いますよね。普段の道はそう思わないんですけど、でも自分この
火の玉カーラーが欲しくて買ったんですよね。もうでもこの火の玉カーラーも売ってないですもんね。火の玉ちゃん、火の玉ちゃん、今日も元気に、バイクが楽しい。うん、ツーリングって感じでいいっすね。やっぱこれから喋ろうかな。でもね、思ったんですよ。さっき道の駅行ったんですけど、独り言言っちゃうんですよね。やべえと思って。恥ずかしいと思って。トイレ入って、おしっこしたんですけど、おしっこしてる時にね、独り言を言っちゃうんですよ。やばいと思って。隣におじさんがいたんですけど、おじさんなんかあんまり気づいてなかったのかわかんないですけど、こっち見てなかったから、これなんか癖になっちゃうな、これきっと。独り言が恥ずかしい。いやもう全部もう葉っぱ落ちてるね、これ残ってないよ。これ一回やってみたかったんですよね。気温は今18度。うん、ここでも16度になってるね。おう、大渋滞。トンネル入ると寒いのかね。いや、ケツいて。スーパーカブで旅してるのかな。ケツいて。カーブでケツ。カーブでケツずらしてるわけじゃなくて、ケツが痛くてケツ、あ、いて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 、脱力をちょっとね意識して。あ、なんかすごい曇ってきた。寒い。これでちょっと渋滞したんだね。何してんのかな、これ工事？何の工事？よし、道志に戻ってきたよ。裏付きやエイムしたよ。前の人横浜から来てんだね。横浜の方から来るとなんかあっちの意外と宮ヶ瀬とか行く人もいますよね。宮ヶ瀬ダムと行ったことないですよね。今度行ってみよう。なんかいつもね、行こうかな行こうかなって思ってるんですけど、いざ行こうと思うと忘れてるんですよね。なんかこうこっち道志とかその鶴の方とか来ちゃうんですよ。宮ヶ瀬だったら結構近いから行ってみようかな。結構この道志の帰り道に行く人もいますよね。あと逆バージョン、宮ヶ瀬行ってから道志。僕ね、あのね、道志から山中湖に抜けるのがいつもやっぱこう混んでて、どうしても億劫だったんですよ。ああ、道志から相模湖ね、道志から相模湖を行くあの辺の道がね意外と混んでて、まあせっかくこう峠を走りに来てるからやっぱ空いてる道の方がいいじゃないですか。だからどうしてもやっぱ帰りも鶴の方で帰っちゃうんですよね。で鶴のとこのインターの近くに温泉があるんですけど、そこに入って帰ってくるとか。まあでもバイクで温泉ってなんかまたこの
バイカーの服を着るわけじゃないですか。だからあの嫌な人は嫌ですよね。俺もあんま好きじゃないんですけど、やっぱこうもう温泉お風呂に入ったら綺麗な服になりてえぞみたいな、すごい思うんですけど、やっぱそういう場合は車の方がいいですよね。あ、鼻がムズムズする。なんかこの時期って花粉症あるんですか？なんかね、すごいムズムズするんですよ。もう鼻水が。いや、私力入ってたな。力を抜こう。モタードっていいよね。モタードとか欲しいな。モタードバイクでこういう峠とか走ったら面白そうですよね。まあでも昨日サーキット行って、やっぱ一番思うことはやっぱこう SS のバイク欲しいな。まあ、自分川崎が好きなんで ZX10R か ZX6R すーねー、そのどっちか買えるもんなら買いてえな。買えないけど、やっぱこのバイクハンドル買いてえな。ちょっとね広がってるんですよ。まあこの高さはね結構ね気に入ってるんですけど、まあ意外とこうツーリングは楽じゃないですか。だけどこれねもうグリップヒーターをつけちゃってるんで、グリップヒーターこれハンドル交換するとなるとグリップヒーターなんかね壊さなきゃいけないみたいで、がっちりこれなんかハマってるみたいなんですよ。いや、お、カフェだったね。だからグリップヒーターを壊れてもいいんだったらグリップヒーターを捨てるつもりでハンドル変えるかなんですよね。まあでも本当にちょっとポジション変えたいと思ったら変えんだろうな。まあ、社外品でも結構グリップヒーター出てるじゃないですか。まあ、どこのメーカーがいいのか自分もよく分かんないですけど、まあ、どこでもいいな。でもやっぱグリップヒーターってやっぱあった方がいいよね。どうなの皆さん。自分やっぱ今ねちょっとグリップヒーター欲しいなっていうちょっと気温なんですよ。これまだつつけてないですけどね。お、柿がいっぱい干してあった。丸すぎそう。どこにあったの。なんかああいう風に泊まれるとこ結構あるんですね、この辺。やっぱこれゆっくり歩くから気づくんだろうな。これいつもいかにゆっくり走ってないかってことですよ。こうゆっくり走るとこれせせらぎっていう字書いてあるなんて今初めて知ったからね。ゆっくり走るってやっぱいいよね。やっぱこれからはちょっと喋っていこうかな。まあ、喋り全然うまくないんですけど、喋ってこうやってねゆっくり走るのがやっぱりいいですよね。もうおじちゃんだし。おう、あっちの方晴れてるね。よっしゃ、通し道の駅着きました。ライダーが続々と帰っていく。車の方が今日なんか多い気がする。まあ平日だからね。もうピンクのこう
休憩しましょう。